今回紹介するのは、もしも猫が喋ったらのチャトラの猫、カリンちゃん。そして私は今回ナレーションを務めさせていただきます土屋太鳳です。このカリンちゃんは何をされても怒らないという超温厚な猫ちゃんで大人気。当番組の猫好きのカメラマンは以前猫に噛まれたことからトラウマになり、それ以来猫には触れなくなってしまったようです。今回そのトラウマを払拭したいということで、何をされても大丈夫なカリンちゃんの肉球を触ってみたいとのことです。カメラマンさんの緊張する指先がカリンちゃんの肉球にタッチしました。さすがに温厚なカリンちゃん全く動じません。カメラマンさん調子に乗って回転し始めて、おー、ふー、おパンチお見舞いしたぜ。いいねボタンと並びにおチャンネル登録よろしくだよ。